キーボードとグラフィックディスプレイを備えたテラック 8510A ワークステーションテラック 8510A は1976年または1977年のビットマップグラフィックディスプレイを搭載した最初のデスクトップパーソナルコンピュータの一つである。これは l s i 1 1五感プロセッサー、グラフィカルフレームバッファダウンロード可能なフォントを備えた テキストモードを持つデスクトップワークステーションであった。プロセッサ、ディスプレイ、キーボードを合わせた質量は約50ポンドである。ムを搭載していないにもかかわらず、ユニックスバージョン6の省略版を実行することができた。これは UCS o P システムが広く使われた最初のパーソナルマシンであった。1970年代後半から1980年代半ばにかけて、 アメリカの様々な大学でパスカルプログラミングを教えるために使用された。このマシンは簡単なプログラムから即座にグラフィックを通じてフィードバックすることで学生の学習を促した。1975年、ブライアン・ベンザール、ウィリアム・メイベリー、デニス・コディマーの3人の起業家が会社を設立した。テラック製品は 1976年から1984年までアリゾナ州スコッツデールで製造された。売上高は1000万ドルに達し、テラックは1983年から84年にかけて株式公開された。オリジナルのフレームバッファ中心の 8510A に加えてカラーグラフィックスやユニックスワークステーションなどの製品が開発された。 最終的にテラックは二つの力に屈し、その一つは3、IBM、Apple の販売力であり、もう一つはコンピュータ業界の専門知識をほとんど持たないベンチャーキャピタリストであった。テラックのコンピュータはボストン科学博物館とジェファーソンコンピュータ博物館に展示された。ありがとうございます。